皆さんこんにちは、ダイタラです。マイクラダンジョンズ、今日はね、史上最高難易度アポカリプスを4人で初挑戦してみたいと思います。アポカリプスとはデデドン、こちらですね、一番右で最高難易度です。アドベンチャーモードのラスボスを倒したらオープンする最高難易度で、めちゃんこ敵は強くなってるらしいです。果たして俺たちは勝つことができるのか。で、前ね、アドベンチャーの時はね、クリーパーの森を、実戦投入してみたんですけど、今回はね、初めて行くの。カボチャの、カボチャ平原もね、クリーパーの平原と同じく、一番推奨パワーが低いので、アポカリプスの中では68です。チンパワーはね、60しかないので、マジできついと思いますが、行ってみましょうか。頑張りましょう。ボスがまだこの辺はね、特にでっかいのはいないので、結構楽だと思うんですけど、道中の敵がどれぐらい増えてるのかっていうのもね、気になるところですね。オッケー、みんな行こうぜ。よし、とりあえず、あ、でも全然体力減らせる、減らせるねえ、全然減らせ、いや勝った、こいつ勝った、いや硬いわ、全然効かねえかもしれない、この弓矢で。そうか、一番弱いスケルトンで弓一発撃って半分ぐらいしか減らねえから、意外ときついのかもな。やだ、いえ、800くらったんだけど、ダメージ今、あの爆弾。お前ら覚えとけよ、死なさ、危ないよ、危ねえ、よし頑張って、みんな死なないで、よし、弓打ちなんか、うわ激しい、爆弾爆弾爆弾、ナイス、なんかユニークのいきなりゲットしたフロストサイズっていうかっこいいやつ、これちょっと当ててみましょう。ねえ、ユニーク武器拾っちゃった、67ってめっちゃ強くね。これは熱いぞ。んさあ、建物があるで入ってみましょうか。さて、村人を探せの続き、ここはなんだ、この洞窟。おー、あ、行き止まりか。ちょっと探索して、でも狭いよね、ここのダンジョン。ここなんだろうね。まあいい練習なんじゃね、狭いしね。ちょっと見て、全然効かねえな、弓矢打っても。こいつ全員でタコ殴りだわ、もう完全タコにしてやろう、タコに。ヒヤとかだったらね、そこそこ全打当てたらね、ダメージ取ってるっぽいんだけど、それ以外はきついね、ほんと。行き止まりか、これも。え、どうしたの急に。元気出して。あ、クリーパーも出てきてる。クリーパーの攻撃どれぐらい食らうのかもう想像つかないぐらい怖いんだけど。え、なこれ、開く、え、なにここ。うおー、宝箱だ、やったー、スケールメール拾った。え、なにここ、あ、これってさ、宝箱がある洞窟だったの、おもろ。え、なんだここ、隠し荷みたいなものなのかな、今のって。へえー、なんか、あの、隠しミッションって、シークレットミッションって全ステージに多分あるんですけど、ここのシークレットまだ見つけれてないんですよ、僕。で、今のがそれ、そうかなってちょっと密かに期待してたんですけど、違ったことに僕、残念に覚えてます。よし、とりあえずひたすら撃って進んでいこうよ。それなんかここ覚えてるわ、あ、なんかあるじゃんって言って行こうとしたけど、な、ね、全然か村じゃなかったことがある、ストーリー上の時は。よし、仲間が強いわな、今4人だとなんとかなりそうですね、今回。うえい、俺の最高の弓矢もね、アポカリプス仕様に早くしたいんですよね。加速っていうエンチャント、撃てば撃つほど攻撃速度が上がるっていうエンチャントと、無限一定の確率で弓矢を消費しなかったことにするっていうエンチャントと、マルチショットっていうね、撃てばたまに5発出るっていうね、エンチャントがあるんですけど、それ組み合わせてるとね、もうすごいんですよ、左のギャグがすごいカウントアップしまくってると思うんですけど、ひたすら弓矢撃てて、ひたすらダメージ稼げるので、ほんまにね、強いんですよこれ。もう弓矢なくなりそうで、ね、矢が必要、矢が必要、矢が、矢あったちょうだいね、矢が、矢があったらよろしくね。オッケーオッケー、物資発見、弓矢欲しい、よし、もらっていいの、俺も勝手にもらうよ、勝手にもらうよ。
え、もうくれんの？くれんの？好き。好き。行こう。よし。さあ、弓矢はかなり十分集まりましたね。マジ助かった。さて、行こうか。防衛ミッションです。さあ、ジャークでもらうと、さっきというか、前回俺たちに負けた奴らですね。よし。うわ、くらえや。次、タコ殴りじゃ。よし。石出す人。いっぱい出てきた。ナイス！早い早い早い。みんな倒すの早い、みんな。よし。終わった？いや、意外と今んとこアポカリプスでもね、全然楽のショーなんですよ、今。ね。あ、ちょっと待って、ごめん、一人で待って、これ。助けて、みんな。やばい、やばい。ドワーッTNT 見てなかったんだけど、どうしてそんなことすんだよ。ありがとうよ。あ、またある。ブーウー、よし、よし、大丈夫っす、大丈夫っす。オッケー。みんな取りな、取りな、大丈夫だよ。俺もいらないよ。いらないだったら俺取るよ、勝手に。取れてきた。で、取ろう、俺が。ありがとう。譲り合いの精神出てんじゃん。弾俺これじゃもう使いまくっていこう、ガンガン。で、もうみんなに もう後方支援は任せたと言われてるんでしょう、おそらく。いや、だからお前は後ろからひたすら弓を撃って、で、ゴリラたちをサポートしろと。そう、俺もね、別世界ではゴリラのように剣を振ることもよくあるんですけどね。このみんなでやるときは後ろゴリラです、後ろゴリラ。なんか敵多くてわかんねえや。なもんなもん、もうエフェクト激しいよ、わからん。打ちまくれ。待って。何でこっちが強いの？妖精ちゃんか。なんか死んだ。どうしてー、ごめんよー。ありがとう。エボーが強くね。まずいよこれ、完全に。エボーカー、こいつだよね、エボーカーって。撃て、ナイス。半端ねえだろあいつ。エボーカーにそんな強くなかったのに今まで。待って、これまずい。うえ、待って、敵の爆弾ダシオくんがやべえ、マジで。爆弾ダシオくんってまあ伝わると思うんですけど、それだけで爆弾出しおくん、マジで強いなあいつら。おーれい、花火祭りじゃ。リンゴ食べたい、ありがとう、なかった。よし、回復してくれたいな。いやー、なんかみんなも見てわかると思うけど、カオスですね、これ。正直言ってカオスの一言は、ありがとう、起こしてくれてありがとう。こいつらマジで強えわ。いや、ほんとにやばいってこれ。意味がわかんねえもん、敵の強さ。よし。もうなんかゲームが違うもんな、みんな。うわ、レベルアップおめえ。あー、やっとなんかちょっと一息ついたところって感じですね。いやー、眩しい。みんな戦い方がよくわからない。オッケー。俺も一番槍だ、一番槍の大だな。ほら、くらえ。みんなを滅ぼす悪魔となれ。うわ、ちょっとこの先やばー、ここ。弓矢、起こすの任した。よし、クリーパー君全部やっつけた。あー、危ねー、強すぎるでしょ敵。む、警鐘を鳴らせ。あー、ついに来たぞみんな。ここがもうゴール地点です。半端ねえ敵のね、多さだったわ。道中序盤の方結構楽かなとか思ったんだけど、そんなことなかったわ。ここよし、さあ行きましょうか。よし、さあまずは防衛戦ですね。防衛戦とかだったら全然楽勝でしょ、ほんと。
おお、愛のなんかわやつ、愛のなんペンダントみたいなやつで敵を味方にするっていうアイテムがあるんですよ。で、反対だけそれを使ってね、味方にしてくれたらね、こういう防衛戦でめちゃめちゃ楽なんですよ。使ってないんですよ、これ。レッツ花火終わり。花火ナオミナオミナオミ、みんなやれやれ、終わり。まだある。エボーカー出た。エボーカーやれ、みんなみんなやれ、集中攻撃や、撃て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 、俺も魂を込めて撃て、魂を込めて撃て、魂を込めてやれ、ほら食らえや、魂を込めろ。全員で押し込めて、ひたすら敵を殴り続ける悪魔のような戦い方したね。アポカリプスでまだいけるな、なんだかんだ俺たち意外と強いじゃん。はい、というわけで今回まあ50万ぐらいダメージ与えたわけで、まあ、ぼちぼちじゃなかったな今回。回復回数ゼロ以降安定してたと思います。さあ見ましょうか、中身がなんじゃろうな。いいアイテム出てくる、いいアイテム来い。ドドドン、壊れたビーコン、あ出た、ビーム打つやつか、微妙だなこれは。よし、じゃあとりあえず1個ゲットしたアイテム見てみましょうか。これですね、フロストサイズ、なかなかおもろいね。235のダメージでモブを鈍化させる効果があって、ソウル回復量が高いって感じですかね。で、パワフルとかで、旋風とかがついてるから、切って切って敵集めてみたいな、そういうプレイングできる。パワフル、これね、重力で敵集めて旋風みたいな、なかなかおもろいじゃないでしょうか。それでは今回ここまでにしましょうか。アポカリプスなんとかいけそうですね、今のところ。あのアドベンチャーのちょっと難しいぐらいかなっていうぐらいでして、そこまで苦戦しなかったのでね、少しレベル上げて、またアポカリプスのね、ラスボスまでレベル上げておきたいと思います。あと隠しエリアがね、また見つかったらね、また紹介させていただきますので、いろいろ周回して、装備集めておきますね。それでは終わりたいと思います。チャンネル登録しない方はチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。前これダンジョン結構おもろいわ。またお会いしましょう。あつぱよ。